出釈寺は、香川県善通寺市にある真言、宗御室派の寺院、四国88ヶ所霊場の第73番札所、加拝市山久門寺院出釈寺と号する。本尊は、釈迦如来、本尊真言のうまく三万ダボダ南博護衛下、迷いぬる、陸道主上救わんと、尊き山にいずる釈迦寺能教院、当時本尊、奥の院写真ががく、七箇所参り恵比寿寺伝によれば、空海が7歳の時に和山能山に登り、仏門に入って多く人と衆生を救いたいのです。私の願いが叶うなら、釈迦如来様、お姿を現してください。もし、願いが叶わないのなら私の命を仏に供養しますと、願い、山の断崖から谷へと飛び降りた。すると、落下する空海の前に、釈迦如来と天女が現れて抱き止め、一生成仏と宣し、彼の願いが成就された。感激した空海は、釈迦如来が現れた山を、加拝市山名付け、その山に出釈迦寺を建立し、釈迦如来の尊像を刻んで本尊としたという。現在の当時の奥の院である山上のお寺は、曼荼羅寺の奥の院であったが、1600年代半ばに、加拝市山の麓に寺が建立され、山上が札所であるが、麓の寺でも農協するようになっていた。しかし、1920年に札所は麓の寺に移された。旧文時代市奥の院養廃所奥の院である捨て身が、学前城の養廃所。石碑には身を投げる空海とそれを救う釈迦如来と天女の図が描かれている。この場所で念仏を唱えると、捨て身が学前城に登ったのと同じ利益が得られると言われており、捨て身が学前城の建物を望める。山門を進み右に折れると左に農協所があり、正面に本堂、その右側が大師堂と併置されている。本堂の左の石段を上がると赤い壁の地蔵堂があり、その先に奥の院養廃所と大きな石の台座に国蔵菩薩石像があり、眼前に奥の院のある加拝市山がそびえる。全景善通寺市指定有形文化財、鉄道道路写真が、学前城地図が加拝市山と中山の間に山門がありが加拝市山側の標高380メートルあたりにある。出釈迦寺から約1キロメートルの登山口から夜坂を過ぎると柳の水があり、その上に3台ほどの駐車スペースを越え幾度も折り返しながら登ること徒歩約40分で奥の院、捨て身が学前城の山門に着く。その先の大きな建物が根本御堂で昭和の初め頃点在していた小さなお堂を統合して建てられた。この地は約300年前に麓に移されるまで札所であった。根本御堂の裏には小さな洞窟があり、岩倉大師が祀られていて、さらに鎖場を越え岩場を約100メートル登ると稚児大師石像があり、ここが最終目的地で幼き空海が身を投げたと言われる。捨て身が岳のお行場である。その途中には岸壁に掘られた目近く堀不動尊をお見逃しなく。根本御堂では毎月旧暦の15日夜に信者が集まり、法要があり宿泊する。その毎月の法会の時は、境内から奥の院まで無料送迎車が出る。それ以外の時は農協所に頼むと500円で奥の院山門直下駐車場まで自動車での乗り入れが許可される。四国88カ所72曼荼羅寺73出釈迦寺74高山寺捨身が学前城に関するカテゴリー。ありがとうございます。